はい、どうもデッシーです。お世話になります。デュラン戦何回目でしょうか。デュランと戦うこと自体は2回目ですけども、ちょっと回復してなかったんで行きましょうか。で、命令させろで、これでいけますね。行きましょう。おっと、お前に再び機会を与えよう。テリー戦からか。なるほどね。キラーマジンガ戦がなければ、まあ こやつはもう分かったんで、ライデン使っとく。で、聖剣好きかわされたんでしょ、バグデス剣か。で、スクルトで、よし、テッシーに来た。ミレイユとチャモローが最初のターンとかで死ななければなんとかなるんですよね。うん、最初のターンさえしのぎきってしまえばスクルトが入るんで、まあ随分マシになるかなと。まあ、ルカナンしてくるけど、テリー一回行動なんでね、残念なことに。もうこっちは強くなっていくのみ。凍てつく波動をね、使えないっていうのがちょっとかわいそう。デュランと違うところですよね。ガッチガチにもう固めてやるわ。で、全力でいけますんで。バグリスケめんどくさいっすね。制限付きでいっちゃいましょうか。もういっちゃいますか。もうちょっと確実性を捨てて、もうスクリプトでいっちゃいますわ。もう時間重視で、ウィー、もう上がんない。あー、下げた。まあでも上げるウィー。制限付きの方が気持ちいいですもんね、これね。ウィーウィー、いかぬわ。テリーかわいそうですけど、もうこれでいっちゃいます。はいはいはい。ああ、もう誰も何も起こんなくなっちゃいましたね。ウィー、さすが避けるのはうめえじゃねえかと。ベホマとかいらねえな。もうやることないんですよね。あー、上限は一応あるみたいな。全然当たんねえ。上限っていうか雷鳴剣やってこなければ話になんないですね。うわ、超避ける。どうしよう、ベギラゴンか。こっちで行く。こっち、あー、まだ覚えてねえのか、目だ見て。ウィーゴー、ウィーウィーウィー、かわしていく。もうこれで来た、雷鳴剣強い。これだけ気をつけてればね。ウィーウィー、さっきより持つじゃねえか。多分持ってるのか分かんないですけど。で、ベホマ一応入れてあげようね、ハッサン。危な、そこそこやるじゃねえか。ベギラゴンどこにある。こっちっすね。ウィーゴー。あー、結構 HP ありますね。自動回復はないのかな、もしかしてね。わかんないですけど、
さっきも結局こんぐらいありましたもんね。ウィーウィー、わあ強いな。うわー来た、メラミ決まれ決まれ、うわすごいなこいつ。ちょっとこのターンは緊張ですね。よし大丈夫だと。ベギラゴンでもうメナミですね。ウィーちくっそーこの野郎。よーし決まった、レベルは上がっていくと。お、構えてる。おー、バーバラ、ザブラル、ついに覚えた。楽しませてくれって。デュランもね、なんていうか、戦いに、そのさっき、まあ、前回の動画で、戦いたいんですよね、結局。ただ、だから悪いやつじゃないですよ、全体的に。戦いに興じているというか。どうします？でここでハヤブサ切りで仁王立ちでスクルトやってベホマやっとけないんですよね。スクルト先、おやった、これで多分大丈夫でしょう。よーしとかけてベホマやっとけば、これでなんとか、これ3回攻撃、これが強いんですよね。でもベホマ勝ったこれっすよ、これもう、これでもう勝てるっていうね。わー強い、かまいたちもその使い手の攻撃力によるんですかね。ちょっと気になりますよね。ういういうい、え、4回受けたで今。ういスクルト、これもう、これのみで、ベホマですね。これで毎ターン50は絶対ダメージ与えるんで、自動回復があったら終わりますけども、ちょっともうこれしか考えられないですね、戦い方としては。さっきのテリーの、さっき、またさっきって言っちゃいますね。ちょっと続けてやっぱプレイしてるんで、どうしてもそんな表現になるんですよね。テリーの時の爆裂拳と一緒ですね。よーし。これで一回攻撃に転じられるな、ミレイユが。あー、でもそっか。魔法ターン入ってるんですよね。じゃあまあ攻撃か。多分1しか与えらんないけど、1も与えらんない、切ねえなあ。あー、いくつかどうか。強いなあ。
まあ全然ダメージ与えてないですからね、実際は。え、なんか何も起こらなかったってなってるけど、どういうこと？え、凍てつく波動って一人なの？もしかして。いや、ちょっとよくわかんないですけど。まあ、これは食らうとして、何も起こらなかった。え、ハッサンだけにやったってこと？それってもしかして。そうとしか考えられないですよね。じゃスカロでいいんじゃない？そうっすよね。なんで俺、そう、スクルトやってんだ。スカロでいいじゃん。っていう。じゃあもう行こうか。もう行っちゃいますよ。デュダンさん行っちゃいますよ。いいっすか。ういー、かわした。光の壁は消えてしまったって今2回出た。よくわかんないですね。レフォーマーやって目覚み。おお、しかしベホマをやる。おお、強い。いいね。ちょ、ベイヤモンやってみる？やめとこう。あ、そっか、メラミとかやんねえ方がいいのかな。どう思います？どう思います？魔法ターン貼られた時のあれよね。ちょっとやめとくか。いや、行こう。もう行くしかないですね。これよね、ハッサンにかかっている。あ、そういうことか。ハッサンがに、え仁王立ちってそういうことなんだ。え、すごいな、これ、仁王立ち。凍てつく波動も仁王立ちしてるよっていう。そしたらもう全然余裕じゃんね。これはいいこと聞いた。いいこと聞いたっていうか、これもう、勝ち確じゃないっていう。から1回入ってますから結構余裕っすね。あー、でもデュランには教えてもらったわ。これはええわ。ベホマ OK。 仁王立ち最強説ですね。これはもう勝ったでしょう。さすがにこれで勝てなかったら、ちょっこれ捨て身でいいんじゃん。もう一回捨て身できんじゃない。一回捨て身やってみようか。おわ、硬い硬い。できれば早めに終わらしたいんで、ゴーと。ういうわー、もうちょいか。ちょっとベホイミ、くー、もうちょっと な気がするんだけどな。まだまだなのかな。これは決まれ。くー、ただ考えるのは、その凍てつく波動をやられてからでいいんですよ。考えるのは、うぃーゴー、うぃーかー、強いわ、さすがだわ。
これはもう呪文で。おお、持ってかれた。ちょっと調子に乗りましたね。やばい、これはやばい。頼む、生き返って、やばい。ちょっと沖に行けばよかったな。いやでももう倒せると思うんすけど。くっそー、マホタンやりやがった、やばい。ゴフ、マジか。ちょっと待って、いやー、待て、冷静に行こう。ちょっと沖に行ったらこの結果、沖に行ってない、状態としてはちょっとはやぶさ切りで、もうテッシー生かしていくしかないね、これね。まあ、ザオラブ最後やってみるか。うわー、くーやばい。結局よ、モドバ切り。うえー、くそー、もうどういう状態か分かんない。もうモドバ切りでダメージ与えて回復してガンって食らうっていう。くっそー、調子に乗んなきゃよかったな。くっそ、この野郎。くー、最後だ、食らえ。うわー、おお、くらえ、死ぬ、くっそー。ふう、すいません、ちょっと一回の動画無駄してしまいました。でもどんぐらい、2000、3000もいかないか。ダメージ結構与えましたよね、最後のモドバ切りといい。そんな HP 高い、やっぱ自動回復してんのかな。どう、テッシー、あ、でも奇跡の剣だもんな、ほぼ最強ですもんね。てかミレイユ武器持ってねえじゃん。あ、そしたらハッサンのプラチナソードをミレイユにあげりゃいいのか、一旦は。ハッサン攻撃してないから。あ、これ、炎の爪、メラミじゃない？もしかして。それか、イオだ。そうすれば、魔法じゃないから、あ、でも厳しいな。それも怖いな、なんかね。これを、チャモロにあげるか。
いやちょっともう一回行こうかなと思ってまして、どうなんでしょうかねあいつって。分かったのがいてつく波動、あれもしかしたら最後の方全然やってこなかったと思うんですよね、アースさん死んでから。これもしかして仮説なんですけれども、何にもかかってないやつが一人いると、何にもかかってないっていうのが、いてつく波動をやられた状態、まあ最初戦闘に入った状態ですよね、そういうやつが一人いる状態、まさにハッサンが仁王立ちしてパーティーではテッシーとミレイユとチャモロ、これにはスクルトは入っているけれども、ハッサンが仁王立ちでいてつく波動を全部食らって何もない状態、フラットな状態になったと思うんですね。それでそういったやつがパーティーの中に一人でもいると、いてつく波動をやってこないんじゃないか説。あー超めんどくせえこいつはマジで、こんな強いやついる？ドラクエ3以来だわ、こんなフロストギズモにこんなやられるの。これ下手すると馬車から飛び出してくっぞあーめんどくさい、ちょっと、ああそうだバーバラ覚えたんだ。ここで死ぬのは全然いいんですけどね、作業がめんどくさいんですよねこれがね。よし行きますか。じゃあちょっとまたデュランまたぎで次の動画に移動をよろしくお願いします。本当ノー編集でやってるんでね、基本もう一回行くことになります。だ今度ね無茶しなければ勝てると思いますんでね、回復しますかね。そしたらえー、本当お付き合いいただきましてありがとうございます。次回は必ず倒します。では動画の移動をよろしくお願いいたします。